まして、モッツァレラチーズです。よろしくお願いします。後半のトッパーです。トッパです。で、シーズっていうバンドをコピーしました。シーズ知ってる人？イエーイ。奥の方全然見えない。ああ、いる、見えた。ああ、ありがとう。今日シーズ知って帰ってください。普段は、こんなことやってないんですけど、まあ、今日特別にやりたいなということでやらせていただきました。自己紹介して、そう時間ないので次いきます。ピアノボーカルの大野です。よろしくお願いします。あ、ギターの陽平くんです。で、ベースの涼くんです。最後ドラムのぶんちゃん、国分優吾でーす。さて、じゃあ次の曲に参りたいと思います。皆さん、後半に入るということで声も温まってますね。はい、声も出せますか？声も温まる。じゃあ出してください。さあ、ここで皆さんにコール&レスポンスをお願いしたいと思います。じゃあ準備はいいですか？僕がワーって言ったら皆さんで一斉にワーと繰り返してください。いいですか？前のりょくくんがお手本を見せてくるので4回練習します。皆さんそれについてきてください。皆さん注意して聞いてくださいね。さあ、続いての曲はあなたの向こう側へという曲です。皆さんも誰かを目標とする人のあなたの向こう側へ一緒に行きましょう。
とう。
続いてが最後の曲になります。でもこれで終わってしまうけど、それでも僕たちはまだ音楽団体サーカス2023年始まって新たな場所へと向かうことができると思います。もっとみんなで、僕はみんなで遠くに行きたいんです。僕たちなら行けると思うんですよね。そうでしょう、みんな。もっともっと僕たちを遠くまで運ぶ歌、遠くまで。